はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。さあ今日はアナザーセンチュリーズエピソード2、前回の続きからやっていきましょう。第12回です。前回は終盤にまたバスターク出てきまして、その背後にいる組織の首謀者としてライネンが登場しました。まあ、ライネンは UC に、まあ、恨みも、ちょっと持ってるということで、まあ、今後そいつとの争いになっていくのかな。まあ、今回はそこの勢力との戦いになるのか、それとも途中で出てきたあのポセイダルの方の勢力と戦っていくのか、ちょっとどっちになるか分かりませんけど、まあ、やっていきましょう。それではスタートです。ライネンが次の行動に出たようだ。北米に建造中の UCE 第5防空基地が彼の武装集団に占拠された。この基地は周辺数十キロに及ぶ制空権を確保するための重要な拠点でな。当然並大抵の装備ではない。だがそれがあだとなり、周辺の制空権は完全に彼らに抑えられてしまっている。そこで君たちの力が必要なわけだ。占拠している敵部隊を排除してほしい。十分に注意してくれたまえ。並大抵じゃないとのことなので、中途半端は危険ですね。徹底的に破壊してしまいましょう。この施設上部には強力な対空砲が配備されている。地上付近から制圧に入るぞ。まずは施設外部のモジュールを破壊する。ここをやれば手法の稼働効率も下がるはずだ。友軍が陽動を行ってくれるので作戦時間は限られている。時間を無駄にしないようにな。さあそれでは編成画面来ました。防空基地制圧作戦、まずは機体の方何で行こうかちょっと悩んだんですけど、一旦触ってない機体触っていこうかなと思います。エルガイム乗ってみましょう。であとコマンドリストの方も確認しておきましょう。近接はセイバー、メインの射撃はパワーランチャー、であとシールドアタックか。まあ、コンボは丸四角と丸連打だね。あんまり武装はないっすね。で、前作はね、エルガイム使った感じはね、あんま良くなかったんで、今作もね、なんか似たような感じじゃないかってちょっと不安なんですよね。動きが重い。モーションがちょっと隙だらけみたいなところが結構あったんで、ちょっと今作どうなんだろう。ちょっとそれも確認する意味でやっていきましょう。それではスタート。スタンバイ OK だ。出るぞ。俺から離れるな。ラジャ、坊やのお守りは引き受けたよ。このでけえのを壊せばいいのか。敵部隊が周辺に展開中。それじゃあご挨拶といきますか。まずはシールドモジュールから壊せばいいんだな。無事に帰るわよ。あたいたちは遊びに来たんじゃないよ。多分シールドモジュールを壊さないと前みたいにダメージ与えられねえみたいな感じかな。出撃ハッチのついているモジュール。でもそんな感じだな。優先して破壊した方がいいな。でまだあるな、シールドが。どれだシールド。シールドで守られてるな。随分と大げさな仕掛けだな。シールドモジュール自体は弱いな。シールドモジュールの破壊を確認。施設のシールドが解除されます。これなら壊せるってことかな。うん、やっぱりな。エネルギー反応。よし、壊せた。また来ました。マリナカ、カーソン、もうやめろ。投降するんだ。バスタークも来たか。お断りします。大尉。投降は劣勢に立った者がすることです。タック。お願いだから、ここから消えて。この機体じゃ追いつけん。マリナ、なぜだ。
なぜあんな連中に協力するんだ。私は強くなる。そう捕まえられねえ。だからなぜだ。答えろバイナー。うるさい、わからなくていい。帰れ。よし、あんまり攻撃はしてこねえ。前回と一緒か。動き回るだけなら。何なのそれ。射出地点は上空3500。あっ、逃げられる。あれが報告されている。そう、急に攻撃的になった。大気圏内からの遠方射撃をコントロール。いくらグラビティブラストでもあれほどの射撃精度は保てないわね。あの機体が使っているというよりはむしろ照準をサポートしているのかしら。なかなか興味深いわね。そんなの反則じゃないですか。マスドライバーを思い出す。撃破まで行けそうかな。強い。敵は撤退。待て、待ってくれ。ケプフォード、今は目の前の作戦が優先だ。このエルガイムの悪いところ、多分格闘のなんか誘導性がないな。なんかその場で振っちゃうんだな。あー、まだ硬い。劇場はなんかある。ちょっと待って、多分この端っこのやつがそうか。シールドか。もっと密着してから。そう、敵の妨害も多いな。そう、全部は壊せねえかな。あと10秒か。壊せるだけは壊したぞ。はい、というわけで一つ目のミッション終了。いやー、ちょっとエルガイム難しいね。ファルゲンと比べたらもう格段に重いし、あとやっぱ武装が少ないで、格闘がねあんまり誘導性なくてその場で振っちゃうっていうのもあったから、いや、なかなかこれ結構大変な機体だと思う。ちょっと他の機体にすればよかったな。多分ねファルゲンとかさ、ドラグナーとかさ、あの辺使ってたら多分全部破壊できたんじゃないかな。ちょっと悔しいね。ようやく奴らを追い詰めた。これから主要部分の制圧を行うぞ。ここにはどでかい対空砲が配備されている。砲撃を食らわないようしっかり周りを見ながら戦え。敵の新型も配備されているようだが、ここでビビってちゃ仕事にならん。一気に制圧するぞ。はい、というわけで2つ目のミッションの編成画面来ました。1戦目と同じでまた防空基地の制圧作戦の続きということになりますんで、今回はねマルチロックの武装がたくさん揃ってるヘビーアームズでいきたいと思います。まあ、これなら速攻でねいろいろ同時に攻撃できるから大丈夫じゃないかな。まあ、ただすばしっこい機体来た時はまあその時はしょうがないね。まあ、ファルゲンで行きゃいいのかもしれないんですけど、同じ機体ばっか乗るのもなーってのもあるんで、まあ、とりあえずこれで行きましょう。あ、ちょっと待って、容器だけ変えるか。念のためあのコンビネーションアタックを考慮したやつにしときます。始めるか。見せてもらおう、その力を。邪魔する者は排除する。援護は任せろ、行くぞ。目標の手法が稼働。さあやってくぜ。なんだやりゃ、あんなもん食らっちゃひとたまりもないぬ。注意しないと。ナデシコは引き続き援護します。さあ、またシールドモジュールやらあるからどんどん壊していこう。あの手法が目標だな。どうかな。また3つ壊さなきゃダメってパターンね。これだな。ここは俺が片付ける。でもう1個あんのかな。あった、これだ。シールドモジュールの破壊を確認。施設のシールドが解除されます。そう、妨害しやがってこの野郎。高エネルギー反応。よし、順調に壊せてるな。
あれまだ壊れない。ちょっと待ってね。なんか上に変なのいる。ターゲット確認。なんだ手法？ちょっと待ってね。敵が多いな。ダメだ。壊さなきゃいけないものを全部壊してからじゃないと多分ダメだな。そう、なんか手法があっちこっちにあるんだけど、なんかえらい硬いんだよな。ちょっと待って、まだなんか壊さなきゃいけないもんある？いや、もうぶっ壊せばいいのか。俺の敵はどこだ？地方ユニットを破壊。事故の判断で行動すればいい。よし、あと一箇所。全ターゲットの破壊を確認。よし、ぶっ壊した。やるな。楽勝ですね、V。全然楽勝じゃなかったわ。新たな敵の反応。え？今までとは違うタイプ。相手は敵の切り札か。すまんね、こいつ。あいつは全然止まんね。トリントン基地のマリナが倒したはずの親分がお出ましか。気をつけろよ。めっちゃやりにくいやつ来たな。あんまり距離詰められたくないな。よしよし、助かる。ウィングがめっちゃ暴れてくれてる。よしよしよし、ウィングが何とか粘ってくれてる。ゼロ頼むぞ。そのままちょっとそいつを止めといてくれ。あ、なんかバリアっぽいの張ってる。これダメだ。この間離れるか。よし、でも倒せそうだな。大丈夫だな。 OK、 これで終わりだ。やったか。周囲に敵影なし、完全に制圧しました。やつは最初から倒されてなどいなかったということか。マリナは来年と合流するためにあの事件をわざわざ仕組んだ。しかもガトーたちの行動を予測していた上で。そういうことになるな。マリナ、どうして？はい、というわけで2つ目のミッション終了。いや、1つ目のミッション同様めんどくさいミッションでしたね。まあ、各階層にあるなんかモジュール、シールドのやつを破壊しなきゃいけないっていうのと、ね、最上部にはなんか手法もあって、まあまあこっちを削ってくるんでね、距離取って最後は壊しました。まあ、壊した後にね、ザロムだっけ、まあ、それが襲いかかってきたんで、まあ、これはダメだ。コンビネーションアタックも黙ってないし終わったと思ったけど、まあある程度ウィングガンダムゼロが止めてくれてたんで、まあ、距離取って戦えたかなっていう感じでうまく撃破できました。いや、きついミッション続きますね。ようやくなんか難易度が厳しい感じになってきたよ。まあ、ファルゲンとか使ってたらもうちょっと楽だったんだろうけどね。はい、とりあえずじゃあ次行きましょう。来年の配下と思われる武装集団は現在までに各地で確認されている。まだ大きな動きは見せてはいないが、小規模な勢力だけにその動きは神出鬼没だ。地球圏に脅威を与える勢力、来年が言及していたその言葉が彼らの行動の目的を探る鍵となるだろう。すぐに思い当たるのが木星トカゲやポセイダルなどの地球圏外からの敵対勢力だが、それだけではない。未知の勢力に備えた戦艦マクロスと新兵器バルキリー部隊。この話は多忙だったな。地上においてもドレイク軍、リクレイマーなどの勢力が活動を激しくしてきている。それらの敵勢力に対して何らかの行動を起こそうとしていることは確かだ。何とかしてそれを掴まねばな。諜報部も懸命に捜査してくれている。報告書にはこまめに目を通しておいてくれたまえ。マリナ、大丈夫か？私は平気。たっくん、復帰したばかりなのに。1年も病院暮らしだったんだ。それに比べればこのくらい。くそ、こん
なところで。タック、私が敵を引きつける。あなたは9時方向から回り込んで丘に向かって。マリナ、何言ってるんだ。それじゃお前は。冷静な判断の結果、この機体では邪魔になる。二人とも撃墜されるより一人でも生きて戻った方がいい。バカ言うな。二人で帰るんだ。冷静な判断などしたことか。分かった、あなた信じる。来年の動向。先日 UCE に対して宣戦布告したアルバート・ライネンとバスタークのつながりが今回の件で明らかとなった。彼が言及するかねてよりの計画とは、同期による来年プロジェクトの再考であると考えて間違いない。また説教国への紹介の結果、彼らが所持する機体は全て対戦前に UCE で開発されていたタイプであることが判明。これらの事実から UCE 対策本部はアルバート・ライネンが今回の一連の件の首謀者であることが確実と判断した。彼は過去から蘇ったのである。はい、というわけで2つ目のミッション終了。いや、ミスマルさんから話でね、なんかマクロスの話とかもちらっと出てきたんでね、近いうちに出てくるんでしょうかね。1戦目2戦目とちょっと機体性能で苦戦したんで、3戦目はねもう万能機でいきます。もうファルゲン使いますわ、楽したいんで。はい、というわけでいきましょう。アルビオンの皆さんこんにちは。ナデシコ艦長ミスマルユリカです。司令部からの連絡によりますと、ここクルスク工業地帯に木星トカゲの新型兵器が落ちてきたそうです。司令部ではこの新兵器のことを七不死と呼んでいます。この七不死はマイクロブラックホール弾とかいう強力な弾を打ち出してくるので、そこらの部隊では手も足も出ません。そういうわけで私たちの任務はこの七不死を排除、周辺地域の安全を確保することです。それでは頑張っていきましょう。付近には多数の敵が確認されている。アルビオンがなるべく損傷を受けないよう心がけてくれ。目標の七不死を捕捉したが、付近にドレイク軍とリクレイマンが確認されている。彼らがなぜここに出現したのかはわからないが、このままでは任務に支障が出るので応戦する。ナデシコは後衛でグラビティブラストの発射準備を行う。その間アルビオンは前に出て主砲で敵艦を迎撃する。楽器はアルビオンを護衛してくれ。頼んだぞ。はい、というわけで編成画面来ました。予告通りファルゲン行こうかなと思います。まあ、ちょっと乗ってなかった機体もあるんですけど、まあ次回以降に見送ろうかな。まあそもそも遠距離のなんか機体なんで、あんまり俺向いてないような気もするんでね。ファルゲンとかみたいに万能機の方が全然このゲーム楽なんでね。やっぱユーブレン、ヒメブレン連れてこうかとも思ったんですけど、まあまた今度でもいいでしょう。よし、今日はこれでもう最後締めましょう。いきます。出撃する。CM を頼む。やってやろうじゃねえの。任せときな。さあ、アルビオンの護衛すりゃいいのか。アーマーのなんかヒットポイント出てるな。これはドレイクの戦艦、オーラバリアを張っているわ。相手が誰であろうと全力を尽くすだけだ。主砲発射準備。これはどうやれば解けるの。発射します。オーラの力が弱くなった。チャンスだ。手法で一気にバリアが消えた。敵艦の破壊を確認。よし、その調子だ。さあ、グランチャーとかも出てきたから
この辺しっかり倒していこう。なぜあいつらが一緒に。わからないけど、アンチボディにはオーラバトラーに近い力を感じるわ。それがお互いに影響を与え合っているのか。全く理解できない話ね。基本アルビオンの手法でバリアを外してもらって倒すって感じだな。絶好調だぜママ。この任務が終わったら会いに行くぜ。待っててくれよ。さっきから黙って聞いてりゃママママママと。お前は他に言うことがないのかよ。なんだよ、お前はママに会いたくなることはないってのか。あんな身勝手な女知るもんか。素直じゃねえな。なんだと。おいおい、ほんのジョークだぜ。そうムキになるなって。こんなとこで仲間割れしちゃつまんねえぜ。バロンのご命令でなければ貴様らなどと。行くぞ。さあ、トッドってやつとジョナサンか。ジョナサンもいるのか。さあ、早いな。敵様を倒す。とんでもねえもんが出てきやがった。どっちから倒したらいいんだこれ。とんでもない奴が来たね。抜かるんじゃないよ。そう、どっちも早いな。波のホーラーを使ってんじゃないよ。とりあえずトッドがもうあまりヒットポイントねえから。なぜドレイクなんかと。これを潰す。オルファンの力が増幅するからさ。俺のオーラ力ではかなわないというのかよ。よし、倒したかな。やるね。あとはジョナさん。いいよいいよ、若い子って好きさ。けなげだからね。ジョナさんどうした。正義はお前にあるのだ。くそー、ワープして消える。当たんねえ。そうだいけ、戦うのだジョナサン・グレイ。よし、もう少し。なんてことだ。二人とも引くがいい。了解。あんたに指図されるのはあんまり気に入らんがね。貴様、バロンに対して。分かってる分かってる、ちゃんと命令は聞く。なんせドレイク様の同盟者だからな。よし、追い払ったぞ。それではグラビティブラスト行きます。ドーンと決めちゃってください。敵弾発射。え？停止。今までの迎撃部隊はこれに。重力波レールマンね。強力な重力制御で作り出したマイクロブラックホール。これまた重力制御で加速して撃ち出す。そんなこと聞いてる場合じゃないってば。総員、衝撃に備えろ。はい、というわけでなでしこ撃墜されたみたいな感じで終わりましたが、果たしてミッション的にはこの後ストーリーどうなってんでしょうかね。はい、というわけで本日最終ミッション終了、インターミッションに戻りました。ストーリーの展開もなかったので今回はここまでにしようかな。次回はおそらく、まあ、なでしこを攻撃したと思われる、七不死の方の撃墜の方からになるんじゃないでしょうかね。はい、というわけで今回はここまで。皆さんまたよかったら近いうちにお会いしましょう。それでは失礼します。